そこになんかふんわりしたメロディーが乗っかってっていう音楽が一番その当時リアルタイムでやってみたかった、曲ですね。最近1年ぐらいなんですけど、今までで一番ハードルが高かったですね。すごい難しかったですね。あの世界観を壊さずにどう自分を出すかっていうのが、まあ今までもそうだったんですけど、ストレンジフルーツに関しては一番ぶっちゃけ大変でしたね。じゃあ よかったらリハーサル進めていきます。じゃあトワイスからかな。じゃあリハーサルしましょう。トワイスからいきます。トワイスって曲が一番最初にできて、それはリュウタロウのこう実家の方で2人でほぼこう、なんていうんですか、弾き語り状態で作った曲で、ちょっとこういう曲やってみたいんだけどっていう。雨です。冷たい春雨です。昨日ドラムが大体取り終わりましたね。めちゃめちゃ可愛いです。まあそれぐらいなんですけど。あそこ行きますか。ん、朝まで。あ、そうです。昨日は朝、何時なんですか。何時だったっけ。4時。4時終わりです。一発で食べたら今日たらし君は2曲取る。カポンってカポンって今ね、今ね、今割れてない。チョコついてる。今日大丈夫、取れないよね。あのメンバーさんに心に僕がもうドラムは昨日終わったんで、頑張ってメールを書きました。マネージャーに解かせようと思います。解けなかったら腕立て伏せ100回。
メンバーが入ってフレームアウト。メンバーが入ってフレームアウト。NHK の楽屋はこんな感じです。今日は広岡ですね。今日は今日のお弁当を選べる。豪華ですね。え、なんて？おや、燃えるゴミなのか。バスの記録かるここは静かに向き出しなる壁に刺した花を見た美しいなんて思わない針の先から溢れ出す透明な血を思い出す なんか、でそれがちゃんとこっちの独りよがりっていうか、なんか、自分たちで完結しちゃうんじゃなくて、それでお客さんに楽しんでもらえたっていうのはすごく自分たちでも自信になったかなっていう。あのストレンジフルーツっていうあの世界観で、あのライブをやれたことがすごい嬉しかったっていうのが一番あって、得たことは。また仲良くなりましたメンバーと。なんか当時のことを知ってる人とか、またその逆で知らない人とか、こうなんか、見に来てくれたのがすごく嬉しかったですね。なんかこう当時の自分たちをこう祝福されてるような気分になったんで、いいなと思いました。